クズ散歩、おはようございます。皆様お元気でしょうか。今私は、ティンプのちょっと北の方にある、ブータンの、国の守り神というか、マハカリというか、ギュニンチャッパミラというんですね。それの、お寺に今お祈りに来ました。今お祈り終わって、一応そのお寺の、景色や、そのお寺のあたりの場所を皆様に、一応見させていただきたいと思います。じゃあこれから皆様、ゆっくりで回っていくので見てください。はい、これからお寺をお参りに行ってます。テジンプというお寺にお参りに行っています。あそこが、テジンプというお寺です。そこが駐車場ですね。その駐車場から上がって、来ると、これどんどん皆様たくさんブータン人が今お祈りに来ています。特に今日は、旧暦としては9月の25日です。25日ということはブータンでは一応仏教の日なんですね。これがブータンの、一応国の守り神様が、いらしている、お寺というか、宮殿ということがで、こちらもともと昔としてはティンプという場所になってきたのが、今皆様が 見てるところなんですね。そこですね、あの辺ですね。これが、この中心はこのお寺ですが、その上にあるのがグルーリンプチのお寺です。でそこにあるのが一応聖なる水です。まあ、皆様ゆっくり見てみれば、そんな感じですね。ちょっとポーの形に作ってある、そこから、まあ、あの聖なる水を流れています。そのこの上にあるのが、水車マニ車です。今の頃は、あの行者さんたちがお祈り、お祈りにいらしてきました。一応、まあ、日本でも同じような感じでお寺に入っていく前に、お寺に入っていく前に一応口をきれいにして手を洗って、特に今年はコロナの影響で、まあ、お寺に来る人たちがうつらないように一応手や、口もちゃんと洗ってこれから入っていきます。この周り見てください、景色。これから秋になりましたから、この、くるみの木とか全部もうだいぶ黄色くなっていきましたね。センダの木ですね。そうね、周りが全部、松の、青松の木です。青松っていうか五本松っていうこともありますね。じゃあ皆様行ってください。だいぶ下の方に曇ってるところみたいなところがティンプの町です。ここが大事なことですから、一応皆様が中にお祈り終わって、そう、その3階ところに上がってくるんですね。4階はもう誰も入っちゃいけないんで、そこは4階ところは、その、まあ、この守り神様がいらしてるところだから、秘密お寺で、そこには入っちゃいけない。その
3番目、まあ、3階のところに行って、そこを後に今このお母さんみたいなお祈りしてきます、うん、じゃあこんな感じ、これが守り神様です。じゃあよろしくお願いします。助けてください。世界中に幸せになるように、健康良くなるように、助けてください。